カルボナリは19世紀前半にイタリアとフランスに起こった革命的秘密結社。急進的な立憲自由主義を掲げ、ノーラ、トリノをはじめ各地で武装放棄を企てた。カルボナリの旗イタリア語のカルボナリ、あるいはフランス語のシャルボンヌリーは炭焼きを意味し、日本では炭焼き党、カルボナリ党、カルボネリーアとも呼ぶ。この組織は1806年頃、 ナポリ王国において結成された。起源は定かではないが、18世紀末、フランス革命の初期に、フランス東部のフランシュコンテに存在した、炭焼き人のギルドを模した秘密結社がその、源流とされる。カルボナリはナポリに本部を置き、イタリア全土に支柱層を広げた。その組織は、徒偵制型の階層構造になっており、徒偵は親方に従属する。 秘密結社の常として、組織は仲間内にのみほぐしうる記号や不調を有していた。党員は握手の際に秘密のサインを示すことで互いをどうしか否か識別。サインは異界ごとに異なっていたという。また徒弟は、焚き木の束、親方は長蛇をかたどった飾りを着用した。さらに、党内では独特の隠語が用いられた。 党員は自らを占領とされた炭焼き人に見立て、社会を、ボスコ、政府や与党を、ルーポ、党員の秘密の集会所をばらっか、その内部を、ベンディタ、党員でないものをパガーニと称し、他の党員と挨拶を交わす際は、ブオンクジーノと呼び合った。なお、党員は宗教に言及することを固く禁じられて、いたが、実際には、守護聖人を定めて、これを崇拝するなど、 宗教的色彩を帯びていた。彼らの掲げた自由、平等という高妙な理想は、しかし、これに背く者に対しては厳罰をもって望み、また先制打倒という大義のためには、殺人をも厭わないとする過激な思想をも、包含していた。この急進的思想に突き動かされたカルボナリは、赤、青、黒の三色旗を旗印として、革命運動へと邁進してゆく。 ナポリオ・フェルディナンド4世を廃したナポレオン・ボナパルトは兄・ジョゼフにナポリの統治を任せることを決定。1806年3月30日、ジョゼフはナポリオをジュゼッペ・ボナパルテとして即位した。これに随行した旧ジャコバン派の人々によってフランシュコンテにおける結社の思想がナポリに伝播。イタリア南部のカラブリアに亡命していた共和主義者によって カルボナリが誕生したとの説が有力である。ジュゼッペに代わり1808年にナポリオンについたナポレオンの議定ジョアシャン・ミュラことジョアッキーノ・ミュラは就任当初はカルボナリを快く思っていなかったがナポレオンとの間に祖語が生じるとナポレオン体制を否定するカルボナリに利用価値を見出しこれを陰で庇護国王の後ろ盾を得たカルボナリは 南イタリア一帯に勢力を伸ばした。しかし1812年にシチリアで自由憲法が発布されると、ナポリでも憲法制定を要求する運動が盛んになり、カルボナリは一転してミュラの先生に敵意を露にした。1814年、ウィーン会議でブルボン朝の王政復古が承認されると、共にミュラの王位白脱が決議されると、彼らの攻撃の矛先は、復位した。 フェルディナンド4世及びブルボン朝に向けられた。ブルボン復興生は山賊やウライの塔を募ってカルデラリと称する暴力団を組織しカルボナリに対して攻撃を仕掛けた。しかし両者の抗争により生じた社会秩序の混乱はかえって大衆の不満を煽る結果を招いた。カルボナリは自由主義的思想を有する貴族や中産市民。 亡命貴族の復帰によって免職あるいは広角の浮き目にあった文部官、生活区にあえぐ商工業者や商子主、下級管理や下級僧侶など、現状に不満を抱く幅広い層から支持を集め、その勢力圏を中部、北部イタリアにまで拡大。サルゲーニャ王国のピエモンテでは、青年貴族や大学生の間でカルボナリへの加入が流行するまでに至った。 組織が乱熟した1820年前後には、カルボナリは30万とも60万とも言われる、党員を抱えるほどになった。しかし雑多な階層の人間の集合体であることが、災いし、先制政治の打倒と、憲法制定、他国による圧力の排除といった主張以外に目立った統一的死を持たず、活動方針は具体性を欠いた。 また組織内の利害対立をそのまま放置したことは、後の革命遂行に際して、深刻な影を落とした。ともあれ、カルボナリは、この時期、王権に対抗し得るほどの実力を獲得した。勢力の慎重に伴い、カルボナリは、強硬権の打倒も画策した。彼らは、強硬ピウス七世が発布したと称して、カルボナリを政治団体として公認する、胸の文章を絶造。 これに激怒した、数奇教、エルコレ・コンサルビア・バルトロメオ・パッカは1814年8月15日、カルボナリエの入党や、集会の開催、集会場の提供を禁ずる命令を発布したが、それでも統制は衰えを見せず、ついには、教皇が兵を差し向ける騒ぎを起こした。1820年1月1日、スペインの陸軍大佐、ラファエル・デルリエゴラが、 ブルボン復興生の先制打倒を目指してカディスで反乱を起こし1812年憲法の復活に成功した。カルボナリはこの期に乗じて1820年7月にナポリ近郊のノーラでナポリ軍を巻き込み一斉放棄した。彼らはスペインの1812年憲法と同様の憲法を制定する洋国をフェルディナンド4世に迫り、これを実現させた。 翌1821年3月には、ピエモンテの州都トリノで、やはりカルボナリに指導されたサルデーニャ軍が決起。サルデーニャ王子、カルロ・アルベルトを折衝に迎えて、自由主義的革命政府を樹立し、憲法発布を実現。国王ビットオリオ・エマヌエール一世は、退位し、代わってカルルフェリーチェが即位した。これにより、一時的ながら革命は成功した。なお、 カルロ・アルベルトは1831年、カルル・フェリーチェの後を継いで国王に即位している。これに対し、北、イタリアを領有するオーストリアは、革命の波及を恐れ、鎮圧に乗り出した。最初、クレメンス・メッテルニヒは1821年、五国同盟の加盟国をライバッハに集め、大王協議、オーストリア軍の出兵を承認させた。同年3月23日、 オーストリア軍はナポリを占領。4月にはピエモンテに侵入し、カルボナリを中心とする革命軍を破った。なお、スペイン立憲革命もフランス軍の干渉により挫折。指導者リエゴは1823年に軽止した。革命政権の崩壊により、イタリアにおけるカルボナリは衰退を始める。強硬ピウス七世が百二十一年九月十三日。 この放棄を求断する声明を発表するなど圧力も強まりを見せたためカルボナリは本拠地をパリに移した。1821年当時はフランスにおいてもカルボナリが結成された時期であった。イタリアのカルボナリはこの地においてフランスのシャルボンヌリーと連携。ウィーン体制の打倒を目指すヨーロッパ各地の自由主義者の支持を集め国際的にはなおも勢力を拡大したが 彼らの思想に必ずしも同調しているとは言えない。ルイ・フィリップやルイ・ナポレオン・ボナッパルトを指導者に加えるに至って、大衆との会議が進んだ。1830年7月27日、パリでフランス7月革命が勃発。この時、シャルボンヌリーは、学生、小一民、労働者らと連携。ブルジョアジーの援助を得た約6万人の市民は、7月29日に、 ルーブル宮殿やチュイルリー宮殿、ノートルダム聖堂を占領。3日間の紫外戦に勝利した。8月2日、国王シャルル10世はイギリスへ亡命し、ブルボンの朝は崩壊。延べ204年の歴史に幕を下ろす。これに代わりルイ・フィリップを国王にいただく、立憲王政が誕生。新政権には、カルボナリの党員も名を連ねた。フランス7月革命の成功を受け、 イタリアのカルボナリは1831年から1832年にかけて強行領やボローニャ、モデナ、パルマなど中部イタリアの各地で革命を企て放棄したがオーストリア軍が国境を越えて再び進撃。期待を寄せていたルイ・フィリップからの援助は全くなされず暴動は鎮圧された。これによりカルボナリは求心力を失い、党員は次々と離散した。 この動乱の最中に離島したジュゼッペ・マッツィーニは1831年、亡命先のマルセイユで青年イタリアを結成。残存勢力の多くがこれに合流した。フランスのシャルボンヌリーも初期の目的である革命が成功すると急速に解体。この成果に飽き足らず、ルイ・フィリップの王政に不満を持った急進勢力は他の共和主義団体に席を移して、 革命運動を継続した。カルボナリが起こした一連の革命運動は唯一にして最大の成功例たる7月革命を除けばいずれも挫折。束の間の政権樹立を減出したナポリ革命やピエモンテ立憲革命においても鎮圧後に憲法は放棄され立憲国家の夢はついえた。しかし7月革命はもちろんのこと。 イタリアにおける諸々の革命も委員体制を揺るがした。フランスにおいては1848年の2月革命の祖辞を醸成。また、イタリアにおいては直接的な果実は皆無に近かったとはいえ、1861年のイタリア王国建国へとつながる成果を挙げたと言って、よく初期の統一運動を代表するものであった。ありがとうございます。